最大の波乱でしたね。どんなもんだち、ノザルメ。くそ、赤毛猿に負けるなんて。湘北の勢いを嫌というほど思い知らされた一戦だったな。海南に勝ったうちはその勢いで竹里にも圧勝。残り1試合を勝てば完全優勝というところまでこぎつけたのよね。そして最後の相手が宿敵両難だった。さあ来い先導、てめえは俺が倒す。福ちゃん、てめえとも勝負だ。見ててください先生。手を合わすな。生きてる。必ず勝って安西先生に全国大会出場を報告に行くぞ。ああ、涙、いや、ゴリの目にも涙だったな。バカタリ、汗が目に入っただけだ。本当、よかったね、お兄ちゃん。引退する俺の分まで全国で活躍してくれ、赤城。お前も、日本一の板前目指して頑張れよ。親父の言った通りだったぜ。でも、病院で胴上げしたのはちょっとやりすぎだったんじゃないかしら。さて、いつまでも喜んでる場合じゃないぞ。これからが本当の勝負だからな。インターハイでの活躍を期待してるぞ、翔君。一回戦で負けたりしやがったら承知しねえぞ。任せろ、この
の天才桜木が全国でも暴れまくってやるぜ。楽しみにしてるぜ桜木。さあ今度は全国制覇だ。行くぞ。バスケットはお好きですか？